はい、ということで、はい、本日も迷える子羊を中古車屋さんが、中古車屋さん、まあ、車屋さんがちょっと見ていこうかと思うんですけれども、はい、まあ、本日の題材は何が欲しいって？シビック。おほう、いや、シビックはいい。あの市民はいい。シビック。まあダメなシビックもあるけど、うん、基本的にはみんなに大好きって言われるのがシビックやけん。ですよね。そういうのシビックよ。もう本当にみんなの記憶に残るシビックよ。うん、でシビックっつっても、もう山ほどあるけど、どの方のシビック？FN。FN2 って言ったん、うん、よく逆に知っとったら FN2 を。好きなんです。FN2 一番好きなんです。このなんかもうちょっと虫っぽいこう何とも言えんフォルムのやつが、なんかちょっとダンゴムシがこう、あ、そうそうそう、なんかこうなっとる感じやんか。やっぱあの尻がいいんです。そう、マジ尻が好きなんです。お前がどんちょもアクセラしな、そう言われてみれば似たようなもんです。まあ似たようなもんですね、はい、はい、まあ、ということでじゃあ FN2 の話をしていこうかなと思うんですが、はい、まずレアよ。そうなんですよね。まずだって見る見ない見んやろ、そもそも、うんうん、そもそも見んやろ、はい、で、まあ、FN2 は、まあ、ご存知だとは思いますが、基本的にはまず輸入車です。はい、はい、エゲレス車ですね。そうです、エゲレス の、 あの工場で、まあ、作っていた、まあ、いわゆるユーロ R 的なモデルを、うん、まあ、日本で向けて入れてきたと、はい、だけど多分 FD2 が終わるぐらいか。そうですね、多分そんぐらいだと思う。確かそんぐらいやんな。でタイプ R がなくなる、うん、ね、どうするってなったタイミングで、はい、まあ、確か FN2 が入ってきたと思うんやけど。そうですね。でまあただな、言っても、うん、まあエンジンは、うん、まあ、泣く子も黙る K20 でございますわ、はいはい、やっぱりそこはタイプ R、はい、ただしかし、ん、K20 でも確かに味付けがちょっと違うかって。あ、そうなんですか。だいぶな、あの日常向けというか常用回転向けに、はい、あの確かだけど最高出力とかもな、落ちとったはずよ、うん、あ、そうなんですか。 FD2 とかの K20 に比べても、ね、あ、ここ書いてるか、最高出力201馬力あらってなってるので、まあ、国内向けよりも控えめな数値とかになってますが、そうです、ね、まあでも基本俺も乗ったことあるんや。はいはい。まあ、それこそほら、あの伊勢さんが持っとったのがこれやったっけん、はい、ほんで、まあ、それよりも前にあのそれこそあの長野のかのあの人が持っとったもそうやし、はいはい、FN2 は割と俺の周りの何ていうか持っとる人が多くて、やっぱりそういうことなんですなんでやろうな、 FD2 よりももしかしたら俺ある意味親しみがあるかもしれないけどFN2 の方が、はい、な、普通に乗って普通に行ける。あー、なるほどね。そう、ロングドライブとか出たりとか、はい、あとは普通の街乗りとかした時も、うん、あの結構なんていうの、乗った感じがな、あのしっとりというか、まあ、落ち着いた感じやったし、でなんていうやろうな、まあ、やっぱ多分味付けの違いやろうな、はい、だけあの普通に街乗りでストップアンドゴーみたいなことしようってもうよかったよ、はい、で何よりな、はい、車内が広いですね。車内が広い。自分もね後ろ乗ったことあるんですよ、うんうんうん、普通。そうそうそう、やっぱな、け確かあのフィットベースやったはずね。そうですね、ベースが、うん、ベースのフィットベースやけん、リアのこのなんて後ろ回りとかそんなんが、うん、まあ、ほんまにゆとりがあって荷物とかいっぱい積むような人とか、うん、あとはまあもちろん人が乗る人とかっていうのも、まあ、かなり満足できるモデルなんじゃないかなとは思うな、うん、でもこれ2009年モデルを国内で販売して、はい、2000台限定とか、はい、全部で何台売ったんこれっていうレベルやで、ほんまに。そうですね、すごい希少なんやな、やっぱりみたいですね、まあ、それだけ需要がなかったと言われたらまあそれまでなんかもしれんけど、うん、まあ、かなりやっぱり需要としては少なかったの。生産台数だって3510台って書いてあるぞ。全然出ない浮き調べでも。全然出ない。あとはこれがあれよ、あの当時だけ FD2 とかだとな、はい、比較して言われよったんが、もう後ろがトーションビームだと。いいじゃないですか、マルチリンクじゃないと、はい、独立喧嘩じゃないと、はい、こんなのはタイプ R じゃないっていうご意見があったんですが、はいはい、まああのトーションビームも極めればすげえんで、うん、みたいですね。すげえです、うん、いやしトーションビームしか出せないその乗り味っていうのはもちろんあるけん、うん、まあ俺は実際これ乗ったことがない人やったら、まあ、ぜひ一回、まあ機会がまあなかなかないんやけど、うん、乗ってみてほしい、うんうん、そのダブルウィッシュボーンであるとかリアが独立喧嘩が偉いとか、うん、その方がすごいっていうのをかなりこうなんていうのこう色濃く、はいはい、こうあの思っとる人がおったとしたら、これはいい意味で、うん、あ、
こんなにも、うん、あの動く足というか、はいはいはい、しっとりしとるんやっていうのは感じてもらえる一台じゃないかなとは思うわけ。うん、で、まあ、そんな FN2 さんなんですが、まあ、今、ですね、オークション洋服的な相場とかでいくと割と安価ですな。そうなんですよ、割と安価ですな。そうなんです、割と安価ですな。これ本当にピンキリです。本当にもうピンキリやけど、結構なんか安い値段で、だって何十万円台から買えるやん全然。そうですね、だから100万に、ま、握りしめていったら、ものによったらな、うん、全然買えるし。ただこれカバーセンサーとかやとどうなんですか。ちなみにどんぐらいなんかな、ちょっと編集点入れます。はい、ということでちょっと今相場の方を見まして、はい、まず、カーセンサー調べたと全国に77台今現時点であるけん、まあまあ、まあまあまあウルトラ希少車っていうほどではまあ全然ないんかなっていう感じやし。そうですね、100万ぐらいからまあやっぱりあるな、うん、買おうと思ったら。そうですね、で、まあ、正直、まあ、使い方乗り方にもよるけど、うん、まあ、この車を買ってガシガシ鬼のようにサーキットを走るなんて人は、うん、多分当時はおらんかったはずなんや。お、俺の記憶は確かならな、はい、まあもうそんな人はもうウルトラ希少な人やったし、はい、やっぱそんな人は大体もう FD2 買っとったけん。だけどっちかっていうと、まあ、ゆったりロングドライブとか、はい、まあ、もともと例えばインテアールとかの DC2 とか、はいはいはい、EK9 とかあの辺を普通の足車として使いよった人が買っとるパターンもある。ほう、そう、ちょっと距離乗るスポーツモデルだけど、例えば DB8 みたいなやつを買っとったりとか、はい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 、あと EP とか、はあはあはあ、EP3 とかかっとった人がそのまま買ったよっていうパターンもあるけん、る、まあ、比較的コンディションインが多いんじゃないかな。でそれでもちゃんと K20 の、 あの VTEC エンジン の、 あの楽しい感じとか、あとはキビキビこうなんていう走る感じ、うん、っていうのは十分、まあ、100万円そこそこで楽しめるけん、今もしかしたらいっぱいお金を出して、うん、まあ、DC5 とか FD2 とかを買うとか他のスポーツカーを買うっていうぐらいやったら、うん、もしかしたらこの辺の FN2 は狙い目かもしれない。そうですよね。あ、で、まあ、車屋さんにお願いして例えばまあ業屋とかそんなんで買うってなっても、はい、まあ自己歴あるなしとかでもやっても結構変わるけど、まあ、ほんま100万円そこそこからで、まあ、コンディションかなりいいやつとかも逆に言ったら残っとるけ、うん、あのいいモデルが探そうと思ったらいいモデルも探せると思うけ、まあ、ぜひね、うん、まあ、全然買ってみてもいいんじゃないかなとは個人的には思いますね。そうですね、はい、じゃあということで、はい、まあ、そんな FN2 さんをちょっと動かしてみようじゃないですか、はい、そうですね、はい、ちょっとどうしてもらえますか。あ、こうね、はいはい、押してもらえますか、はい、どうぞ。うーん、そうだけちゃんとあれやけん、ちゃんと VTEC やけん。そうですね、ちゃんと VTEC、うん、ちゃんと VTEC だよ、ほんまに。で、なんていうの、ソーダ感とかそんなんも、はい、あの普通の FF 車 の、うん、あの気持ちよく走るやつで、うんうん、あの腰高感もやっぱフィットベースっていうのもあるかもしれんけど、そんなないんやって。確かにそうですね、うん、そうで、インパネ周りとかもこうなんていう広いけ、うん、あの乗っ取ってのそのなんていうの、タイト感って言って、はいはいはい、まあ、いい意味でそのコクピット感っていう意味で言うと、はい、もしかしたらタイトな方がいいかもしれんけど、こう広々しとって助手席の人とかも見切りがええし、はい、で運転席も乗っ取ってあの上側にあのメーターがついてあるやんか、はいはい、スピードメーターが、なんかこの辺とかもちょっとまあいい感じのコックピット感があって、これは個人的には好きよ。これそうですね、だからこの辺はその FD2 をこう踏襲してる感じがありますね。そう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 、で、まあ、これはこれでな、個人的には楽しいやつやけ、うん、まあまあ、乗って損はないかなと思う時代な。そうですね、いや俺普通に欲しいなと思ってた、なんかタイプ R 系をいっぱい金出して今から買うっていうんやったら FN2 はあり。そうですよね、ただ、はい、何回も言うけどこれイギリスなんで。そうなんですよ、だからそこがちょっとこうどうしようかなって思ったところです。なんだかんだ言ってホンダの車ではなくてイギリスなんで。そうなんです、販売当時とかハーネスとか関係とかで割とマイナートラブルがあったよ。嫌な、嫌な情報やな俺がまだやじった時にこれ嫌な情報ですね。そうなんで、まあ、そのあたりはな、はい、もしかしたら正直こんなところがこんなことになるんすか的な故障が
発生する可能性はゼロではないけど、はい、まあそれでもあのバチバチの会社買うよりかは全然、まあまあそうですね、はい、まず全然強いので、まあ皆さんもね、あの気になったら、まあ、ご購入していただいてもいいのかなと思う商品でございます、はいはい、ということで今日はそんな FN2 のお話でございました。それではまたどっかでお会いしましょう。ではまたバイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。